あるので少し喋ります。ちょっとクイズ出しますね。今日、とあることの約5ヶ月目なんですけど、皆さん何だと思いますか？分かる人？約5ヶ月、約5ヶ月、あと1日で5ヶ月。そんなに言わんやろ。じゃあ分かんないみたいなんで、ちょっと発表するんですけど、今日フレッシュの組が発表されて5ヶ月の日なんですよ。1年生6月から練習始めてやってきてると思うんですけど、すごい今回本番が2回目とか1回目とかの1年生が多い中、すごく頑張ってやってくれてるので、上階生拍手。これからちょっと成長がとってもとっても楽しみなので、まあ上階生負けないように盛り上がっていきましょう。
夜だけ嘘はないように、どんな時も優しく晴れるように、人が痛みを感じた時には自分のことのように思えるように、正しさを別の正しさでなくす悲しみにも言って
もう君が言ったこと、あのね、わからずやって言うんだろうね、忘れたいんだけど、もっとちゃんと言ってよ、忘れないよ、手を離せよ、明日10時にそのデザーチ合わせてもしよう、ボタンは散っても花だ、夏が去っても水分は筒だ、口出して声に出して君が言って、そして人生最後の君が見えるの。